木原さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日いっぱい買ってるじゃないですか。こんなにすごい。これはヘデラ、IB ヘデラセット。ヘデラのセット。おお、なんかでもすごいこれ変わってるよ、ね、これ何、これ初めて見た。あ、細ーなんか鳥の手みたい。かわいい、うん、最後の方に出てきたんですね、うん、かわいいかわいい。これもうずーっといけるんでね。そうね、もうずーっといける。もう置いといても一生売れますよそんなに長くやりたくない、はい、中村園芸のアザレア。おお、綺麗。この色一番いいですよね。お、一番よう売れるこの色が。すごい安かったから。あ、そうなんですね。うん、このね、なんか言えないな。あ、八重咲き、かわいい。アザレア、これかいいですよね。あ、買ってる、ジュリアン。加藤さん、埼玉県。あ、ジュリアン、かわいい。今日みんな結構ジュリアン行きましたね。あ、私もジュリアン買いましたけど。うん、かわいい。かわいい、かわいい。もうね、涼しになってきましたもんね。もういけるでしょ。あ、これ、これ。これ、すごいよ。これ。2ケースもいたんですね、うん、このダリアめっちゃ可愛い。これ、うん、三笠さんが悔しがってましたねなんて読んだ、ね、水沢園芸さん、新潟県牧師。可愛いダリア、ほんと可愛い。ゴージャスですよね最近この大橋くんのはいはい、あ、これまだ行ってない。吉田園芸さんのサルビア、ピンクアメジスト。めっちゃこれ可愛い。私もね、見てたんですよ。紫買ったから、ピンク買おうかなと思ったけど、やめました。でも可愛い。いいやん、いいやん。毎年咲きますもんね。かわいい、うん、色も綺麗、ね、配色綺麗ですね。いいじゃないですか、うん、横からもいっぱい出てる。はい、これがポインセチアの三重県のフリーダム、なんか混合がやったって。おー、かわいい。でもすごいボリューミー、うん、なんか綺麗やな。綺麗綺麗綺麗、真っ赤っかもうね、もうポインセチアもね、なんか早いかなと思ってしまったし、まだ買ってないです。あ、今日はあのプリンセチア行きましたけど。はい、これがこっちは八重咲きですね、うん、これなんか野口くんのと違うか、ちょっと違う、生産者違う、生産者が違うね。八重咲きは八重咲きです ね、 ね、かわいいかわいい。本当でも歯が1本違うんかな。ね、1本ですね。うん、かわいい。はい、でこれは米原さんのビオラパンジー、個性派パンジーって書いてあるフローラルデイズ。へえ、あ、めっちゃ可愛い。なんかめっちゃファンタジー。可愛い可愛い可愛い。ヨーロッパ系って感じの配色、うん、夢色、オランダ系みたいな。めっちゃ可愛い可愛い。なんかあのユニコーンカラーっていう感じ。これは、はい、これは足立さんのパンジー、これは鳥取県ですね。お、これ反対向いてるね。こう向きやこっち向きや。うん、かわいい。この色もかわいい。3色疲れ、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あと最後、ありがとう、ありがとう、もらいました、ありがとう最後ね、はい、ありがとう。じゃあ俺は帰るぞ。はい、お疲れお疲れお疲れスーパーサイヤ帰るサイヤ人みたい、ほんまやな。帰りますよ。フリーザフリーザフリーザのフリーザです。フリーザのモノマネ。はい、で最後がつくもようらんの高知県のラパン。ラパンやって、朝方の車や。おお、あ、シンピチューム、4本立て、4本立ちね、
つぼみが結構ついてる。いいじゃないですか。もうね、なんかだんだん冬のもんがなんかだんだんね、買ってもいいかなと思ってきましたね、だんだん。ね、本当に。はい。まあ以上です。以上です。はい、お疲れ様です。ああ、拍手です。どう言われる。ありがとうございます。